そうじゃ、そうじゃ、茶番か、茶番からいくよ。茶番、何？ゲーム茶番。茶番。うわぁ！初！初！魔女の再演は人狼がベースのゲームです。プレイヤーは魔女、鬼の魔女陣営と市民陣営に分かれて魔女の館から脱出するために戦います。魔女に選ばれたプレイヤーはゲーム開始後に市民の中から鬼を選択することができます。魔女陣営は市民を全員倒す、または市民と同数以上脱出すれば勝利となり、市民は魔女陣営より多く脱出することができれば勝利となります。このゲームは生きている近くのプレイヤーとのみ喋れる仕様になっており、死亡すると幽霊となり、幽霊同士のみ会話をすることが可能です。プレイヤーには魔女が鬼を選択した後にタスクが振り分けられます。市民がそのタスクを全てクリアすることで脱出口が開き、鬼はそのタスクをクリアしていくことで市民を殺すための武器が手に入ります。市民は死亡した後も幽霊状態でタスクを進め、生きている市民が脱出できるように協力しましょう。館内には魔女の使い魔がおり、餌を与えることで戦いに有利になるアイテムをゲットすることができます。それでは皆様、楽しい夜の始まりです。なんかちょっと待って、本当に急に始まったんだけど。はい、村人でーす。よいしょ。なんか普段はなんか始める前雑談とかすんのに、なんか今回さらっとね、始まったよね。やかましい人いるしね。残念。魔女で、おい魔女くれ鬼、どうせ魔女なんだろ。あれ、え消えた。あ、え、ん、え、消えた。怖っ。うわー、いた。誰とも出会えないな。お前魔女。違います。お前ら、宅パンに盗み聞きされてたよ。え、なんかそこでこうやって盗み聞きされてた。怖っ。怖っ、マジで。怖すぎマングースやん。バレた。面白くね、今。違う。なんか違うとか言ってた、あいつ。これは悪魔の目に入ったらアイテムもらったんで。うわ、早っ。お前、白でした。なるほど。誰占ったの？じゃあ、ユーマ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 、白。白ライン把握。はい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 。はいはい、怪しい怪しい。まあ、とりあえず、サクサクいきますか、サクサク。ってことは、結構、そうちゃんとか怪しい気がする。これは、俺の勝手な、あれですが。で。はい。はい。で、あと、ナックコクです。じゃあ、もうあとは、ダイヤがないと、お話にならないので、ダイヤを取りに行きますよと。あ、なんか、キュンちゃんの声がするけど、興味ないからいいや。次は、リスポーンかはね、誰かがやってくれるから、シャワールーム行こっか。お前さ、シャワー浴びるタイプ？浴びなくてもね、結構実はやれたりするよ。なんかでも、夏はやっぱり浴びたいよ。だよな、夏シャワー浴びてよな。わかるよ。ちょうだいよ。暑いからね。ん？武器ちょうだい、武器。俺にそれちょうだいよ。これって俺が使っても悪くないよね。あ、うん、ほな、ほな、ええわ。これで俺もちょっとスカーってなれる。うざすぎ。やばい、怖い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 。大丈夫か、マジで。大丈夫だよ、全然余裕。本当に？そうだよ。ああ、大丈夫、大丈夫。ねえ、一つ奪われたんだけど。え、お前その一個よこせって。返せよ。返せよ。やば。いや、今春さん一つゲットしたよね。なんで返してくんないんだよ。だから言ったのに。オーケー。あ、早っ。今回ペース、いや、そんなことはないな。上の見た感じ、まだタスクはそんなに進んでない。でもろうそくはもう解放されたってことは、みんなやっぱ最近初手ろうそく流行ってんのかな。わ、なんか一気にゴリって進んだ。そうか、これ更新されるのか、これ。あ、なんか鬼、鬼、違う、斧と鬼が混ざった。鬼調子いいね。めちゃめちゃ集めてんな、斧。これミスです、僕は。あ、見てしまった。これ本来つけられても分かんないんだけど、鎧を見たらトーテムがついてるのが分かる。いやー、いいね、ナイスナイス。え、なんかハルティと合ってないのが怖い意味なんだよな。ハルティ見てなくね、バグピー。うん、てか、なんか最初俺とウタとタクパン
とハルティ4人いたから、でスタートしたの。だからおいら白いのよ。ほらほらおいら白い。おお、確かに。で俺もこれの時になってなかった、割と白目。そうそうそう、これいないやつが結構怪しい。いないやつ誰？歌キュー。あ、キュー歌ここにおらんかった。タッパーさっきここにおった。うん、だが沼のやつとかあればちょっと怪しいかな。確かに。おらる、怖いよ。え、怖い怖い。僕白くないですか？そうちゃんはね、白い結構。やったそうちゃん、はい、そうちゃん守った。本当に？嘘ね。だよねー。あ、ちょっと俺もなんか買っとこうかな。そんなに怖いよ。これか、魔界の本か。よいしょ。お前怪しいな。俺魔界の本買ったよ。魔界の本ってなんだっけ？これがなんか使える、あの占い。あ、占ってみよう、適当に。え、タクパンはどう？じゃあタクパンが一回だけ、なんかあいつめっちゃ盗み聞き今回してんの。今も上通ったのよ。あ、今もさ、俺らさ上通ったよね。おう、一回やってみん。あと悪魔の絵も使うね。いくよ。うん、じゃあ誰、これ何だっけ、誰かの場所わかんのか。じゃあタクパンの位置やるね。はい、タクパンは2階の部屋にいます。あ、そうなんだ。じゃあタクパンさん占いますね、俺。はい、お願い。どう？ああ、なるほどね。え、何何？鬼じゃなかった。鬼じゃない、マジ？ちょっと待って、あの二人クソ怪しいんだけど。やばい、めちゃめちゃ怪しくない今の。何が？あのヤマコム怖い、めっちゃ。なんで？俺が占いの本持ってたんですけど、それをなんか僕をせかして使わせる動きみたいな。あ、で、タクパンさん占わせられた。で、タクパンさんは白だった。あ、タクパンは結構最初から白いぜ。あ、本当に？ちなむと、うん、白。うん。ねえ、めっちゃ見てたよ、上で。怪しい人いる？いや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 、マンパワーすぎる、それは。それはマンパワーすぎる、あまりにも。ちょ待って。ねえ、めっちゃ見てるやん、上で。やべえ、バレた、やべえ。バレてる、もう。殺しに行くか。もう、バキバキに殺しに行きましょう、あいつは。しかも、俺も一緒にいたことによってバレたやん、絶対に。やべえ、ちょっと見てなかったわ、今の。綺麗にバレてたよ。まあ、勝てばいいですか。一応俺一回お前のことわら人形で守って。ナイス。え、君守られてる？いや、俺守られてない。お前守るわ。よいしょ。OK。で、あと、ちょっと弓とかも買いつつ。いやー、欲しい。5個余ったりしない。いや。あ、俺ね。やべ。待って、もうさ、PVP じゃんこれ。これ PVP だって。やべー、見られた。もうなんだこの回。じゃあちょっとわら人形でとりあえずうたくん守るよ。はい。いや、ごめんって。こっからよね、大事なの。雲取って古代取って弓、そっか、弓クラフト。糸を取んのか。糸取っ、麦さんいませんか。麦さん、どうした？うたくん怪しいです。うたくんめっちゃ打ってきた、さっき。ガチです。うたはる結構怪しい。オッケーオッケー。たくぱんがそうちゃん占ったんよ。それで白って出たから、じゃあたくぱん俺白く見るわ。これだいぶ、いや、さっきマジでうたくんにめっちゃ打たれたから。で、うたくんめっちゃ殺してたんよね。なんかロビーで殺してて、上から見てて、なんかめっちゃ打たれたから、めっちゃ怪しいと思う、うたくん。マジ？いや、だいぶ怪しい。結構タクパンが盗み聞きしてたっていうなんか山田情報があったから、割と俺ちょっと白く見る。まあ魔女の可能性はなくもないが、が俺は信じるわ。もう情報ないし。頼んだ。お、びっくりした。びっくりした。ちょ、お前知ってる？誰か人狼か。ねえ、聞いてた？タクパンさんに聞いた？何も聞いてない。あのハルティと歌。嘘だ。なんでだよ。本当だな。よし。よし、一緒にやりに行こうぜ。死んだ。なんもね、お前、ほんとにこの、つるはしで殺してやる。
死んだ。つるはしで、つるはしでお前のことをどついてやるぜ。絶対これ斧にも近いやつだ。はい、鬼ではない。今までありがとう。ゆうまもついにこうやってね、ハン、こいつもこうやってこう敵になっていくんですよ。人間は信頼しちゃいけません。人間は人類、みんなおびっくりした。いるいっぱいいる。やばい。魔女無能界ですか？今弓一本しかないから。あ、そうだね。だいぶ。あ、待って、山田ハルティユタだこれ。多分ね。今山田ゆうまくん死んだ。じゃあ山田が魔女かなんかで。うん、かなんかだと思う。その三人だな、じゃあ。うん、多分そう。ちょ、やるしかないこれ。いや、これ矢が足りんわ。矢が足りん。多分あれしてるでしょ、あの。あ、ちょっと、やっちゃったんやけど、もったいね。終わった。山出た。あ、どうですか。ね、ユーマって死んだ。俺、ユーマにハルディとウタが鬼って言っちゃった。死んでない。なんで言っちゃうんですか。いや、殺す前に言って殺そうと思ったら、みんながいる、ま、ところに来ちゃって、みんながいる前でユーマ殺したんだけど、ちゃんと殺せてるかわかんないや。ね、ワンチャンわら人形とかで生きてるみたいな。あ、ワンチャンワンチャン。あ、なんだ、死人確認の、あ、てかさ、俺箱あるんだよ。箱買ったんだよ。箱させる。でもこっちもバレちゃう。あ、まあ、いいよ別に。まあ、いっか。もう PVP だからいいや、行け、ボン。あれ？あそこに2人、お化けは光らないから。あ、2人。タクコムだけだ。タクコムだけだね。よし。山田ワンチャン魔女な気がするんだよな。ね、山田魔女っぽいよね、なんか。あれ、ここだっけ。この隣じゃない。隣か。あ、ほら。あれだ。あれじゃないかな。あれしか生きてねえじゃん。やば。いや、あれだわ、普通に。いや、あれだ。俺ら調子乗ってねえじゃん。これは、怪しすぎるだろ、あれ。マジで。あれだよ、怪しい。あれだろ、全然。あれダメだろ。俺、斧2本持ってるから、突撃する。いや、ね、俺3本持ってる。俺3本持ってる。え、なんでお前持ってんの。いや、俺があげた。歌に俺が言った。じゃあ、斧3兄弟でも突っ込む、もうこれ。ありか、じゃあ、斧もう1本ちょうだい。斧もう1本ちょうだい。え、あ、はい。あ、2本ずつ。3本あんのか。2本ずつで。間違えてお互いのこと殴るで。いや、マジです。まあ、俺らは少なくとも守られてるから、あれだけど。そうだね。行くぞー、よっしゃ、行くぜー。もう1回なんかさ、交換してそうじゃない、あれ。あの、発光のやつ。あ、じゃあせめてもう1個ぐらい発光買ってから行く。なるほど。助けるエントランス。お前藁人形とか買えないの。いや、まだタスク終わってないから貯めればいけるけど。え、つかこれローソクだよ。周り警戒だ。すごい、1階。はい。 あ2階だ。ローソク部屋行こう。待ち伏せ。あ、お前頭切れメガネか、さては。あ、ほら交換するだよな、だよな。来るぞ。あ、ほら、来るこれ。いや、でもこれさ、あの、あれなんだっけ。そう、わら人形やられてたらさ、終わりじゃないこれ。そう、耐えられたら。わら人形やられたらもう嫌ないから終わるぜ。確かに。箱2個持ってるよ、まだ。近いと聞こえちゃう。じゃあ、2人にこれ渡さ、1個箱。オッケー。え、これめっちゃ白い。光の矢は、お前ちょっと光のやつがないね。待て、たくさんこれある。あ、やるしかない。パワーで押し切るか、これ。パワーで行くしかないぞ。幽霊がさ、光の矢やってくれたら。あ、そっか、一番安全だ。安全なんだけど、幽霊やれん。あ、もっと、ね、違う、弓がない。光の幽霊できるからさ、光の矢タスクないの。あ、これなんか、これかな。幽霊行け、幽霊やってこい。行ってこい。幽霊行け。頼んだ、幽霊。もう少しできちゃうんじゃない。え、あ、お化けが開けた。ナイス幽霊。ナイス。え、これじゃあ待っとく。いや、でも待って、違う、あいつらに先出られると多分ダメなんだよね、これ。あ、これやろう、これやろう、これやろう、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 やろう。いや、でも待って、危ねえ。消えろ、バカ野郎。よっしゃー、危ねえ。言う間に、あの、
ハルティとウタが鬼だよって言って、その後殺そうと思ったら殺すタイミング見失って、いやもう怪しすぎだからずっとチェイスしてましたね。まあ山田はちょっと怪しかった。いや情報落としたけどマジで怪しかった。動画見てくれてありがたまわり。メメントリファーストライブゲーム実況アリーナ 0.03 9月25日開催、200万赤字です。明確性ということで、8月21日からクラウドファンディングを行います。支援は1000円からで、ライブ映像など豪華返礼品を用意してます。みんな頼む、お願い。最後にせーの、助けて赤字。